さあ、始まりました。本日は夕方のリップルのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども、10月4日17時4分 YouTube 録画しております。今日仮想通貨市場ですけども、全体的にね、こうアメリカ市場が高かったので、基本的に全体的にグリーンのね、こういい感じの動きになってるんですけども、それぞれちょっと冷やしチャートを確認していきながらですね、ちょっとご覧になっていただければと思うんですけども、まずじゃあビットコインからいきたいと思います。ビットコイン、イーサリアム、BNB、ソラナ、それから XRP、ADA ですね。で、最後に AXRP の、お届けしたいと思いますので、最後までご覧になっていただければなと思っております。冷やしチャートが、それでちょっと増やすかもしれませんので、ちょっとね、まあ、見ていただければなと思うんですが、XRP はちょっと最後にお話しさせていただきます。それではビットコインから冷やしチャートですね。はい、こちらが今日は結構上がってきてまして、3.97% 上がっています。それで日本円でだいたい289万7000円ぐらいまで上がってきてるんで、結構ビットコインですね、順調に上がってきてるんですね。やっぱりアメリカ市場のね、反発が大きかったんじゃないかなと思うんですけども、非常にいい状態になってきてます。290万円まではあとわずか500円ぐらいというところまで来てるので、非常にいい感じですよね。ちょっと上抜けしたのかなっていうところもあるんで、まあ、ちょっとね、期待できるかもしれませんので、まあ、向きもね、210万円ぐらいまで、210万円じゃないですね、292万円ぐらいまでですかね、この辺までちょっと戻せるんじゃないかなと思っているので、ちょっとね、楽しみな展開になってきています。今290万突破しましたね。いい感じですね。状況的にはね、突き足で見ると厳しいんですけども、290万まで戻してきたっていうのは結構いい状況じゃないかなと思います。それからイーサリアムなんですけども、こちらが19万6千円まで戻してきておりまして、4.6% の上昇ですね。こちらも今、これが冷やしチャートなんですが、かなり強いね、上がり方を示してますので、こちらも20万円までね、あとわずかというところで、だいたい21万6千円ぐらいまでね、レジスタンスのところが幅があるので、21万5千円ぐらいまではね、上がっていけるんじゃないかなというふうには思っております。まあ、ちょっとアメリカのね、この株価がね、戻ってこれればという話にはなるんですけども、21万6千円ですね、ぐらいまでは戻してきても不思議ではないのかなというふうに見ております。それから BNB ですね。こちら堅実でありまして、2% 高で291ドルということで、こちらもいい感じで上がってきてますね。こちらも力強い上昇でありまして、291ドルなんで、まあ300ドルぐらいまではね、またすぐ戻れるんじゃないかなっていつも話してますけども、まあ現状そんな感じですよね。今、もうあと一歩で手が届くところまで来てるというところなんで、こちらがね、面白いんじゃないかなと思っております。それからソラナですね。こちらが 4.89%。こちらも 33.8 ドルまで来てるので、まあ、35ドルぐらいまではね、すぐ戻せるんじゃないかなというふうに考えてます。40ドルぐらいまでね、いける可能性は十分あると思いますので、チャートもね、形的には悪くないですよね。いいと思います。はい。それでは XRP をちょっと見ていきたいと思います。XRP 5.3% 上昇しておりまして、67円まで上がってきてますね。非常にいいと思います。チャートを見ても結構力強いですよね。これで次70円どころですね、上がれるかというところが次のポイントなんですけども、今ですね、このリップルというのは、大体76円から61円の間でね、いつも動いてると言ってるんですけども、状況的にはそんな感じだと思います。今そのちょうど中間地点ぐらいのね、ちょっと下のポイントぐらいまで来てるので、まあ、76円ぐらいまでね、復活できればね、次の展開があるかもしれませんので、ちょっと期待をできるかなという動きをしてくれればいいのかなというふうに思っておりますけども、これもね、アメリカ市場の動向によって、まあ、一喜一憂ですか、しちゃうんじゃないかなと思うので、まあ、どうなんでしょうね。こう、アメリカ市場がこのまま、すんなり戻れるとは、ちょっとあんまり思えないのでね、
61円の方になんだかんだ言ってすり寄せられちゃうんじゃないかなっていつも言ってるんですけども、まあ今日はね、それを裏切ってくれて 5% ぐらい上がってるので、まあほっと一息というところなんですけども、まあそんなに力強さは感じられないですけども、向きはね、上向きになってきているので、ゆっくりね、じり高でも構いませんので、76円というところを超えてこれるのかなというところを、ちょっと温かく見守るべきなんじゃないかなと思っております。はい、ということでね、今回もリップルチャート分析最後までご覧になっていただきありがとうございます。皆さんも様々な意見がね、あると思いますので、よかったらチャンネル登録していただいて、コメント欄の方にコメント残していただけるとありがたいなと思っております。今回も夕方のリップルチャート分析最後までご覧になっていただきまして、ありがとうございました。